愛知県大会三河と大分の対戦は投手戦となりました。先手を取ったのは三河。ランナーを一三塁に置いて4番丹羽のこのライト前タイムリーヒットで1点のリード。その後両エース好投を見せ試合は動きません。7回裏ワンアウトから花井のセンターオーバースリーベースヒットで大分チャンスをつかみます。ここで代打牧野。牧野は期待に応えライトオーバー。この回ついに同点とします。追いつかれた三河9回にツーアウト1、2塁のチャンス。バッターは9番の市川。市川の当たりはショート前で幸運にもイレギュラーし、この投手戦三河が試合を決めました。